聴者のみんな、僕だよ。今回も活躍するから、まああれです。よ、く、み、て、て、ね。にゃんこ大戦争の主役たる。ああ。大変お見苦しい場面があったことをお詫びします。海を汚す悪しき者弁前畑に挑戦します。あんな奴が活躍するんですか。まあいないと勝てませんね。そこまでですか。ではゴー。今回はアイテムを使わないとさすがに厳しいので遠慮はしません。中井くんは1体しか出てきませんが、こちらの攻撃を受けるたびにノックバックしてカオルくんのいるところまで誘導してきます。地味に嫌な敵ですね。今回カオルくん9体とイノシャ40体出てきますので苦戦しますので覚悟が必要です。なんですって。だからカオルくん、あんな凶暴なやつ10体も出てきたら対処できないじゃないですか。問題の場面まで倍速します。中井くんがカオルくんに隠れた時点でウルルンを出していきますが、紳士はイノシャシが出るまで出せません。カオルくんにやられますかね。どちらかと言いますと中井くんにどつかれます。ドラゴンで少しずつ削っていってカオルくんの数も減らしておきたいです。削らないとまずいですか。なんと言いますか、カオルくんに隠れてイノシャシと中井くんが攻撃してくるんですよ。それは厄介ですね。さあそろそろです。イノシャシが出てきました。ミュートにしま、紳士を脱出す様子を見ます。ニャンピュータはまだ入れないんですか。入れてもいいですが、お金を見て相談しましょう。今回ディップには思いっきり活躍してもらわないと困りますので、激しくなったら電力生産です。月謝Pが何考えてるのかわかりません。まあなんと言いますか、無課金のレアキャラでは結構強いので、妨害役以外でも活躍する場面がありますよ。まあ他のレアキャラと比較したら真ん中ぐらいの強さですけど。微妙ですね。妨害の能力がある分そうなってしまうんでしょうね。イノシャシの強さ倍率は 200% なので結構手強いです。カオルくんが見事に邪魔ですね。単発攻撃がイノシャシ優先に当たっていることを祈らないといけませんが、いない間にカオルくんを攻撃してしまうため出てきたら前線が一度崩れるんですよ。面倒なやつですね。出てくるペースがどんどん速くなってきました。これってさらにペースが上がるんですか？言ってるそばから出てきましたよ。こんなの無課金でどうにかなるものなんですか？だからディックがいるんじゃないですか。彼はちゃんと仕事をする立派な紳士です。呼べば駆けつけ自分の体を盾にして味方を守ります。ディックの活躍がどれほどのものか実感していただくためです。手に負えなくなってきたので、ここでニャンピュータオンです。しばらく通常速度にお付き合いください。彼の活躍がどれほどのものか実感できると思います。時間を取らせて申し訳ないが、紳士としての戦いを見て、紳士がどれほど素晴らしいか実感してもらいたいんだ。決めるときは決めるから、よく見ててくれ。さすがに数が多くて不利な状況ですが、失敗したときはやはり我が身を盾にして仲間を守る、男の中の男。さあ本番ですよ。ウルルンをしっかり守ってくださいね。ああ、頑張るとも、紳士の真の強さを見せてあげようじゃないか。自信に満ち溢れた言動、常に前に進む行動力、まさしく紳士です。私には根拠なく体現吐いて前にしか進めないだけに見えますが。それじゃあただのバカじゃないですか。いえ、バカというより変質者。いやこれは自殺願望者みたいで怖いです。彼は体を張って仲間を守っているのです。その行動は勇敢であり、汚れて見えないのも事実です。私には思いっきり汚れまくっているように見えるのですが、多分彼は己の行動に他人の理解を求めていないでしょう。赤い敵と戦う宿命から逃れられないになれば、それに命を懸けるまで。果たしてディックは己の運命を知り、真実にたどり着けるのでしょうか。大げさすぎやしませんか。いいえ、現にこうして行動を起こしているのですから、彼の中の決意は固いものです。私にはあなたが勝手にこじつけしているように聞こえますが、まだまだイノシャシは出てきますが、ディックの活躍はここから加速します。倍速するんですね。まあこれだけ見ていただければ、活躍していることは十分理解いただけたと思います。倍速号、城を叩いて勝利するまで倍速します。こんな状況でも消化試合だと言いますか。カンストですし、ニャンピュータ任せですから十分ではないかと。たっ
さんいても無制限じゃないので終わりは来ます。さあいよいよです。勝利。ディックの活躍いかがだったでしょうか。あ、うんそうね。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。この顔にピンときたら紳士です。